崎チャンネル。ちょっ。こんにちは。今回は守護神問題です。おお、守護神。守護神ね、開幕してから状態上がらない選手もいるし、状態のいい選手もいるし、はい、あと年間で言うと、もう守護神交代やとかファンの人とかよく言うじゃんね。守護神に対する扱い方の取扱説明書はどうなったっていう。ああ。だって言うでしょ、もう守護神も、いやもう休ませた方がいいんちゃうかとか、はい、一回抹消した方がいいんちゃうかとか、うん、言います言います、もう変えた方がいいんちゃうかとか言うじゃないですか、うん、でも、はい、投手陣の中で、うん、守護神っていうクローザーだけが、はい、一番扱い方、うん、めんどくさいです。誰が扱い方なんですか、監督がとかチームがですか、監督コーチが、うん、あ、一番めんどくさい。それは誰がなっても、俺がなったとしても一番めんどくさいと思う。それはやっぱり自分が守護神だっていう、自分がこのチームの勝ちを占めるんだっていうプライドがあるからってことですか。うん、あとは先発だとちょっと疲れてきたから一回抹消するから10日間リフレッシュして、まだ10日後来てとか、ちょっと打ち込まれてフォーム崩してるから一回ちょっと抹消するからとか、リリーフもね一回抹消するからとか、もしくは8回投げたの7回とか、7回投げたの6回とか、負けてる時に使って調子を戻させようとか、起用法も勝ってようが負けてようが同点だろうが何回だろうが、まあ若干動かしながら、その試合の中で1軍の中でも復調させることできるんだよね。でも守護神って守護神なのにいきなり7回とか投げてこないじゃん。まあないですね。もしくは4対0で負けてるところで8回ちょっと調整登板投げとくかとかもないじゃん。ないですね。で逆に8対0ぐらいで勝ってるのに投げさすと、いやちょっとセーブシチュエーションじゃないから緊張感ないからちょっと打たれちゃったとかっていうやつもいるわけ。うん、だから守護神って大半が同点セーブシチュエーションあるところで多分 95% 投げると思う。まあもう絶対的存在ですからね、うん、ってなると1軍にいながらちょっと6回ぐらい投げて調整しようかとか、負けてたから負けてる中でちょっと投げて調整しようかできないわけよ。ないですね。いや、あったなんか、じゃあ調整としてあったとしても、なかなかそのセーブシチュエーション投げる機会がかなり空いちゃったから、うん、まあ、ちょっと、まあ、5対0だけど、うん、ちょっと投げさせようか ぐらいですよね。それはもう連敗が続いてて、はい、今日これ勝てなきゃいけないとか、うん、あのちょっと登板間隔が空いてるから投げさせようとかあるけど、まさにそれがありました、うん、調整で投げさせようとかないじゃん。ないですね。調子悪いからみたいな、うん、で一番めんどくさいのよ守護神って、うん、で、うんうん、無駄に配置展開とか悪いから、うんうん、抹消すると、うん、信頼関係崩れるからで、はっみたいな。そんな、でもそこまでプライド高いもんなんですか。多分高いと思う。だって守護神変わってる、うん、ほぼ見たことないもんね。ないです。まあ、もう1年間ほぼその人ですよね。でしょ、うん、もし変えるとしたら、うん、開幕からじゃん、ね、はい。でも、うん、謎に下ろされると、うん、先発がよ、はい、開幕投手じゃないところを投げてるぐらいだったらまだいいと思うよ、うん、全然、はい、守護神が守護神じゃなく6回にさせられてみる、うん、まあでも確かにファンからは降格って言われちゃいますよね、うん、9回、ね、7から6に行っても別に降格じゃないけれども、うんうんうん、9からじゃあ8とか9から7とかなるとちょっと降格になるじゃんって言われちゃいますもんね。守護神だけが他のポジション、うん、まあ野手はね、うん、補欠になったらあれだけど、うん、ピッチャーの中で守護神だけが降格って言われるですね、うん、だからそこプライド傷つくじゃん、はい、本人も降格させられると思って、うん、ずっと守護神でやってるのに、はい、7回なみたいな、うん、信用されてないんだになるわけ。先発ローテーションがじゃあ2戦目に投げても信頼されてないんだと思わなくない、うん、思わないと思います。うん、8回が7回とかなっても信頼されてないんだって思わないじゃん、うん、9回が8回になるだけで信用されてないんだって思う。あ、自分よりいい人がもっといるんだ、うん、みたいな感じになっちゃいますよね、うん、だから悪くてもそんな簡単に変えれないのよ、うんうん、そうですね、で変えて良くなったから戻そうとかないじゃん、うん、そうですね、うんうんうん、いやちょうど悪いな、ちょ1回6回にするわ、うん、でちょうど上がってきたな、じゃあ明日から9回に戻すかとかもないじゃん。はい、まあめんどくさいんだよ、あ、扱い方が。そうですね。いやでもさすがにかなり打ち込まれてます、ここ3試合ぐらい、うんうん、したら自分でも分かるじゃないですか、うんうん、あ、ここ3試合自分のせいでちょっと試合取られちゃったなと、うんうん、ってなったら、もしじゃあちょっと降格じゃないですけど、ちょっと次また調整で負け試合でいかないでよっかって言われたとしても、いや、まあ、自分のせいだしなって思えないんですか。でもその結局今だったら2連投したら休むとかになるから、うん、そんな無駄に投げさせてたら、はい、本当に投げさせたい時に投げさせれなくなる。あ、まあ、そっか、昔だと6連投とか言ってたけど、はい、守護神が今はもう2連投したら休みとかになるから、うん、そんな無駄なとこ
どでも投げさせれない。あ、そっか、守護神は。リリーフだと無駄なところで投げさせても、はい、まだそこをうまく動かせばいいかだけど、うん、9回そいつ1人だから役割は、うん、だからまあね、最近でいうと広島の栗林も、はい、うん、もう4敗ぐらいしてるけども、はい、それでもまだできますって本人は言ってるから、はい、それをできませんって言わないよな言うと言えないからいけますって言うわけじゃん、うん、そうですね。でもそれをまあ新井監督が二軍に抹消して、まあ、怪我もあったっていう話もあるけどね、はい、まあ、どこまでが何か本当か分かんないけども、うん、でそこで抹消になるわけじゃん、はい、ね、で達川さんがプロ野球ニュースで、うん、DeNA のリリーフは山崎康明だけが悪いとかって言って、うん、でそこからまた打たれたりしてるけど、はい、だからって外さないじゃん、うん、外せないじゃんね、うん、ちょっと10日間リフレッシュいけも言いづらいわけよ、うん、まあ難しいと思うよ。自分も最近状態悪いなって思ってるとするじゃないですか、うんうん、自分からもちょっと調整させてくださいってやっぱでプライドからが言えないのか。だって野手だって1割台で打てないのにちょっと2軍行ってきていいですかっていうやついないじゃん。まあ、そっか、出られるんだったら出たいですもんね。で試合の中で調整していくの、うん、そっか、1年間かけて。でもあんなプレッシャーのかかるところで楽天で言うとよ、うん、じゃあ島内が全然打てんけど、はい、ちょっと今打ててないんでチームに迷惑かけるんでちょっと2軍行って調整してくるんで2軍行ってきていいですかって言わないじゃん。そうですね、確かにでも監督が言うしかないけど、そうしたらちょっと信頼感が崩れる可能性はある。あるっていう、守護神から落とすって、うん、で帰ってきた時に守護神に返り咲く時に、うん、そこの守護神のやつがめっちゃ活躍してたら守護神帰れないわけじゃん。そうですね、そしたらまあまあ8回とかに戻るしかなくて、だから1回外すと難しいのよ、うん、だからファンの人とかは簡単に守護神帰ろうとか、はい、うん、もう無理やろうとか言うけど、うん、はい、監督コーチはまあ難しいと思うよ。そうです、でキャッチャーから見たら、いやちょっとそんなクソと思うよ思います思うけど、どうこっちはもうどうにかさすしかないから、はい、もしくは復調を願うしかないわけよ、うん、で変えたらもう8回のやつが9回行くと、はい、今度ここがいなくなるから、あもう8がそうですね、そうなると前が薄くなるわけじゃん、うん、前は前で大事な役割あるから、はい、簡単に動かすって言っても全部のバランスが崩れるわけよ、うん、だからそこら辺も難しいよね。だからこの9回の感覚がパシッてはまらないと、うん、そこも全部がバラバラになるわけよ、うん、だからって言って簡単にも外せないし、だから俺落合さんが言ってたのが一番いいかなと思ってて、はい、そ岩瀬さんに年間3敗までは許すって言われてらっしゃる、うん、だからほぼほぼ岩瀬さんのやつ見たんだけど、うん、はい、3敗しかしてないんだよ。へー、そうなんだ。負けても、まあ、守護神になったのが2004年に22セーブを上げてるから、うん、まあ、ここぐらいから多分リリーフから守護神になり始めたと思うんだけど、はい、2004年も3敗、5年2敗、6年2敗で7年が4敗唯一してるんだけど、で8、9、10が3敗ずつ、うん、で11年1敗、12年3敗、13年3敗、14年2敗、16年2敗と、はい、だから50試合以上投げた年で4敗以上したのは、まあ、2000年のリリーフしてた時に5敗と2007年の4敗1回だけなの。はい、あと全部3敗ないの、うん、これはもう落合さんは3敗までは許すって言ってたらしくて、まあ、そうするとちょっと気も引き締まりますよね。であとは落とす時の理由が簡単じゃん、はい、3敗したから、だから4敗したからっていう、うん、3敗までは許されてるから、うん、外すのも簡単だから、はい、俺は何気に落合さんのやついいんちゃうかと思って、うんうん、そのもう外しにくいじゃん、はい、俺でも無理やと思うの、うん、そやっぱ信頼関係崩れるしね、はい、じゃあどうすんのやってた時に、うん、で調子がいい時に戻してで外したら他のやつが打たれたらほら見ろとかになるわけじゃんね、はい、だからもう最初から3敗までは許すと、うん、それ以上したらこっちも考えなきゃいけないから外すとか、外す可能性があるよ、あるよとか、もしくは調整して2軍に落とす可能性もあるし、うん、ずっと守護神で居続けれるかどうかは分かんないから、うん、だから3敗までは許すから、うん、俺はもう3敗まではドンと見とくと、はいね、だからそこだけは約束として頭に入れといてほしいって言えば、うんうん、そうなった時に動かしやすいじゃん、うん、で本人も3敗までは許すって言ってたけども、うん、なるから、ね、うん、こうちょっと1回ちょっと調整してきてくれと、うん、でやりやすいじゃん、はい、だから俺はもうこういうね約束事しといた方がいいと思う、守護神だけは。確かに、まあ、別にそれで他にいなかったら外さなければいい話ですもんね。そうそうそう、でもし何かあったら外す時に、うん、その名目立ちやすいじゃん、はい、最初から、うん、だからなんか今悪いからいいとかよりも、うん、こうじゃないと難しいよねやっぱり、うんうんうん、特殊なだけに。確かにそれは言われてみると特殊ですね、うん、降格っていう言葉があるってなかなか。そうなんだよ、ローテーションが3番手から5番手になっても降格って言わないじゃん、うん、ローテーションってなくなったら降格になるけど、はい、6個あるから、あるからね、うん、そうですねわ確かにな、リリーフも5人ぐらいあるから、うん、そこの中でちょっと前倒しで6回行くからって言っても、はい、別に降格とは思わないじゃん、ね、9回の守護神がちょっと前倒しに7回行くからえみたいなね
なりますね、まあ、絶対的存在ですからね、うんうん、だからまあそういうようなやり方をしてやるのが大事だっていうのと、はい、あとファンの皆さんがね、うん、すぐあの守護神変えた方がいいって言うけど、うん、そんな簡単じゃないから、うん、っていうところだけは、はい、あと言っときたいですね、はい、はい。